皆さんこんにちは。これからジェンダーの探究について紹介します。私はディスカバメンターのリオです。今回のミッションを紹介します。今回のミッションはジェンダー平等を実現する理想の学校の在り方を考えてみましょう。もしかしたらジェンダーという言葉に馴染みがないよという方もいるかもしれないので、まずは言葉の調査から始めてみてもいいかもしれません。今回は3つのステップで進めてもらいます。まずはステップ1です。ステップ1では今の自分が生きている社会、学校でのジェンダー差を整理してみましょう。そしてステップ2ではジェンダー差に隠れているメッセージを考えてみましょう。そして最後にステップ3です。ステップ3では理想の学校を考えてみましょう。それでは各ステップに沿って具体的に紹介します。まずはステップ1です。ステップ1では今の自分が生きている社会、学校でのジェンダー差を整理してみましょう。ここでは皆さんの身の回りのジェンダーによって分けられていること、分けられているものを考えてみてください。ポイントはできるだけ具体的に書くことです。例えば男の人は青、女の人は赤ではなく、具体的な事例を持ってきましょう。学校の中で見つけられそうな事例といえば、トイレのピクトグラムがあるかなと思います。トイレのピクトグラムの男の人が青だった、女の人が赤だったなど、具体的な事例を持ってきましょう。そしてステップ2です。ステップ2ではジェンダー差に隠れているメッセージを考えてみましょう。ステップ2ではステップ1で見つけたジェンダー差にどんなメッセージが隠れているか、それを通してどのような考えが生まれるかを考えてみてください。例えば先ほどステップ1で具体例に出したピクトグラムでは、性別と色が結びつけられているなどの考え方が隠れているかもしれません。そして最後にステップ3です。ステップ3では理想の学校を考えてみましょう。まずは自分たちで理想の学校を考えてみてください。そして自分たちのアイデアが出たら、実際にその取り組みを行っている学校や、その学校でどのような成果、どのような問題点が出ているかを調べてみてもいいかもしれません。そして最後に私からのメッセージです。皆さんにはこの探究を通してジェンダー差について考えてもらいます。私も大学でジェンダーについて学んでいるのですが、なかなか難しくて答えが出ないこともたくさんあります。皆さんも答えが出ないことがあるかもしれないのですが、そんな時はこのプログラムが終わってもジェンダーについて考えることをやめないでほしいなというふうに思います。それでは探究頑張ってください。